レッドライジング、前回続きはプレイしていきましょう。こいつだけ残ってるんだよな。特殊部隊が。あいつらが来たのね。アメリカだな。サンタカベサと同じ。結局何も認めようとはしないんだわ。え、どうすりゃいいのこれ。結局何も変わらないんだわ。自分たちに都合の悪いことは何も認めようとしない。サンタカベサの時と同じだ。ここで俺たちが死ねば全て闇の中、何も変わらない。うん、だからこそ生き延びなければ。特殊部隊をやり過ごせばチャンスはある、うん、あー、これを生き抜けばいいみたいな感じか。これでもどうなんだろう。待ってる、もう待とろ、7時間。まあヘリまで行かなきゃいけないから5、6時間ぐらいか。ちょっと待ってみようか。正直、特殊部隊を殺してワインを取ってっていうのを繰り返すのもな、なかなかあれだし、ちょっと待ってみよう。お、イベントが始まった。ヘリが来る2時間前になって、特殊部隊が帰んのかな。それ全部にやんの。帰りましょって感じか。急に新キャラだよ。なんだろう、こいつと戦って終わるのかな。ん？ゼブヤちゃん？どうする？もうすぐ時間ね、私はいいから気にせず行って。え？いいの？まあ。いいって言うなら、行こう。いいのか。もう暫定相当は終わってるから、みたいな感じなんだろうけど。一応回復とか拾っていく？錠鉢とか適当に持ってんだけど。ゾンビいないもんな。ゾンビいないんだったらいらないか。チェーンソーだけ新しいのに変えとこうかな。バイク乗れるな。乗って、行くか。すごいな、全部殺しきったんだな。大変な仕事だよな。しかもこれ人に言えないんでしょ。経歴として書けない仕事でしょ。ゾンビはいなかったなんだもんな、一応。おぉ、ここバイク行けんのいいね。あっしゃー、シッしっとり済むわけないだろうな。死だよ。それは死だよ。頭から落ちたんだぞ。あ、ヘルメットがあったからか。いやいやいや、首が終わるかな。どうしよっかな。銃いらねえか。銃いらねえな。じゃあ、ミルクの代わりに、あれ持っとくか。もうさすがになんもないと思うんだけどね。ないのかなってか、本当に、こんな少なくなかっただろ。もっといたろ。本当にいなかったことになってるレベルでいないけど。
これいらんか。いらんな。なんかあいつと戦うことになってもいいようにワイン持っとこいっぱいね。よし、これで。あとは帰るだけなんだけど、どっちから行こうかな。まあ、でもここ取った方が近いか。いやー、下のゾンビさえ気にしなければすごい火なんだけどな。下に転がってるものが悪すぎる。でもゾンビものとしては珍しくさ、なんていうの、ゾンビの相当がちゃんとしてるパターンじゃない？大体なんかさ、あ、まあでもあれか、ゾンビが広がる理由って大体あれよね、なんか人間に対して発砲するのにためらいがあってみたいな。でもそうでもないか。普通に殺すことが目的の映画とかでもじゃんじゃん打ち漏らしたりっていうか、感染したりとかさあるからな。そう考えるとすごいな。ここなんもないのか。なんもないね。ん？何かボーリングの球か。スナック隠したんだろうな、食いしん坊のやつが。すごいな、よっこんだけやったなっていうのとさ、ここなんであそこになんかでけえぬいぐるみみたいなのが置いてあんだろうね。カメラ、バッテリーがないって言われたんだけど、バッテリー、あ、これか、これで、これでか、あ、回復してるわ。30枚分のバッテリーなんだな。なかなか珍しいこともあるもんだな。いや、すご。全部処理してんもんな。こここんないなかったけどな。開けたらずらっているとか？ここは空なんだ。まあ、そういえばなんか、もう多分使わないんだろうけど、こういう、ちょっと待って、これ。これ難しいんだよな、なんか。サマーソルトっていうね。何も動いてない時じゃないと、できないのか。使う相手がいないんだよな。特殊、食いしん坊のやつがいたな。あ、開くようになってる。え？溶接取ったの？めんどくさいことすんな。え？てかここ内側の溶接じゃなかった？内側から溶接してたろ。剥がすのってめんどくさいぜ。できんことはないけどさ、グラインダーとかであれだろ？溶接部位を削ってってことでしょ。削るっていうか切ってんのか。めんどくさいことすんな。え？保存する？セーブしとく？じゃあこっからちょっと、また、時間まで待つか。はい。あと5分まで、来ましたね。あと3分か。これ、ここを見てたんだけど、やっぱ、外も全部ちゃんと殺してんだね。そらそうか。まあ、そらそうよな。え、あともうこれで帰るだけなの？なんか消化不良なんだけど。キックバック、米津玄師。え、来ないのか。このアングルは来るな。下からババババって来るでしょ。来ないの。嘘でしょ。I'll be damned. たまげたな。He's still alive. 生きてやがった。That son of a bitch. やろう、やりやがったぜ。That must mean he got. 特ダネを掴んでるに違いねえ。I can't wait to get my share. 負け前も期待できるってもんだぜ。Woo! Yeah! どっから覗いてたんだろう。
あれぐらいの双眼鏡だとそんなに遠く見えなさそうだけど。よし、待ってろ、相棒。今行くぜ。よくわかったな、そんな変な格好してるのに。今行くぜ。このアングル怖いな。やったじゃねえか、おい。あ、最悪だ。終わったわ。そんな終わり方すんの、ここで。いや、続くよな。カプコン製のヘリだもんな。落ちるよな。フランクさんも落ちるよな。これだけが希望で生きてきたんだもんな。こんな格好してまで。でも、徒歩でも脱出、残ってんじゃねえか、ゾンビ、結構。仕事全部片付けていけよ。え？終わり？マジで？そんな終わり方すんの？ダウンロードコンテンツとかは嘘。まあでもあるよね、こういう絶望エンド的な。あるけどなんで D だけあのデッドライジングのロゴの D なんだ。いやー、でも面白かったな。面白かったけど、ちょっと、なんだろう。時間を飛ばせないっていうのと、あと慌ただしい時はすげー慌ただしいから、なんかオープンワールドの楽しみっていうのがあんまり楽しめなかったかなっていうのが、オープンワールドでもないか。ロード挟んでるもんな。シームレスじゃないだけか。オープンワールドはオープンワールドになるのかな。いやー、面白かったけど、面白かったけどさ、これで終わんのっていうのが一番かな。結局そのフランクさんが掴んだ情報とかはもう闇に葬られましたよ的な。あの特殊部隊は結局いや、あの国のなんかだっていうのはわかるんだけどさ、あのなんか、なんだろう、あの特殊部隊との絡みは全然なく終わっちゃったのが、なんか消化不良っていうか、ねえ、急にチェーンソーを持ったやつがさ、あのピエロくんみたいな感じでさ、現れたわけじゃん。もう、フランクさんも敵みたいなもんだよね、あれ。それに対してのさ、なんか、なんていうの、レスポンスじゃないけどさ、反応みたいなのが全然なかったのが気になったな。でもゲームとしてはすげえ面白かったな。これめちゃくちゃ前のゲームなんでしょう。 Xbox 初代かの時か。だって Wii であれだもんね、別バージョンが出るぐらいの時期だから相当前だよな。いやでも面白かったな。でも、あれだよね、4とかまで出てんだよね、このゲーム。あれか ?2 で、その続き、この続きか、ここで止めさせられんの。
こういう絶望エンドも別に嫌いじゃないんだけど、いやでもこのエンディングが終わった後になんかちょろっとないよな。だってあのヘリがさ、なかったらもうどうしようもないもんな。どうしてくれようかって話だもんな。そんなゾンビがいるとこに一回止めててくれたんだな、あの人は。完全に外から見てたんじゃなくてみたいな。てかさすがにゾンビがいたら気づいてくれよ。なんかあるだろう、異臭とかさ。本当にあれだよね、カプコン公式もネタにするぐらいカプコン製のヘリって落ちるよな。なんでだろうな。物語を作りやすいのかな、単純に。カプコン面白かったな。デッドライジング2もまたやってみたい。あ、本当に終わりなんだ。本当に終わりなんだ。メガマンタイツ、あー、メットはあったけど服なかったな。そういや、特殊部隊ブーツ、オーバータイムモード、オーバータイムモード保存します。オーバータイムモードってなんだ。あ、え、あれから15分後。あ、一応続くんだ。あ、正座してる。的確に頭狙うな。フランク、どうしたの？来てくれたんだ。ヘリ落ちちゃってさ。え、どうした、フランク？そんなショック？まあ、ショックか。ショックだよな。あ、これあれじゃん。隠れ家の、なんか、マットじゃん。え、あの距離運んできてくれたの。よかった、気がついたな。ああ、ああ、ここまで運んでくるのは大変だったわ。だろうな、めちゃくちゃ遠いもんここ。あなた屋上で倒れたのよ。倒れた？No, I... Wait.待ってくれ。Does that mean... You... あなたは、You must have gotten、どっかで感染してたみたい。そらそうだろ、あんだけ暴れてたら。感染から発症までは個人差がとても大きいの。でもよかったわ、フランク。あなたは人より抵抗力が高いわ。抵抗力高くてもあれだろ、発症するんだろ、結局。意味ねえよ。よかっただって。地獄で長生きできるのが幸運だっていうのか。相当来てるな、フランク。俺にはそう思えないよね。そうか、迎えが来るって言うから、もうひょうひょうと、もなんだろう、今もひょうひょうとしてるかもしれんけど、なんか軽口叩いたりとか余裕があったんだもんな。ヘリも落ちた。もう助けは来ない。どっちにしても、no matter what we do. もう終わりだな。What if...
もし発症を抑制できる可能性があるとしたら、抑制？ジョーバチのアラタ体からホルモンを抽出して投与すれば、幼虫の育成を阻害しゾンビ化を止めることが。待てよ、分かるようになぜ。何をすればいい？いくつかの機材とジョーバチを集めること。それってでも本当に送らせるだけになるんじゃないの？できるだけたくさん。わかった。やってみよう。じっとしてもいずれ死ぬんだ。結構寝てたなお前。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。フランクゾンビ化まで24時間、ああ1日なんだ。あと、それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。